向こうズ VS 駿台学園中学よろしくお願いします。昨年全中優勝チームの駿台学園さんと試合させてもらうということで、ピッチャーが135キロぐらい投げるサウスポーの子が投げてくれました。だからあの2番のじいちゃんとかスポーツマン1番、はい、見込み大丈夫、頼むね、はい、で、今日駿台野球部っていうのが5分間で表と裏を終わらせるみたいなスピーディーな野球を推奨してるチームで、だからちょっと一応まあ俺ら大人としてあれなんだろう、攻守交代の駆け足と、できれば全力疾走、あの怪我しないで、で、あと、コーチャー絶対つける。これは昔なんか教わったこと、またゲーテルなんか戻るじゃないですけど。で、村園監督、はい、お願いします今日、ね。お願いします。はい、あの藤井と二人で采配大変だと思いますけど。イケイケしてますね、二人で。なんかこれ試合前に、あの、ヨスケがちょっとビビってたんで、ジンちゃんね、はい、リカちゃん、はい、なんか、うわぁ、フルボッコリされるとかなんか言ってた。いや、軽くどうすか、これで。人はさ、今日はこれで。さてまで。この後、すぐグラウンド入って、体操したキャッチボールして。多分すぐ試合始まると思うから、頑張っていきましょう。はい、頑張りましょう。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 頑張るよ。はい、頑張りましょう。頑張りましょう。頑張ります。向こうず。カメラ来たんで、ちょっといい感じに。これね、ボールのね、弾道の低さを見てほしい。みんなね、基本的にね、ボールが強いとかのレベルじゃない。よっしゃ、やーば。ちょっと後ろから撮っていいですか。絶対当てないでください、怖いんで。うわ、やーば。ちょ、やめてよ。うわ、僕も1年生がずっとバッテリー組んでるんですか。ね、じゃあ、じゃあ向こうずギタギタにして帰りましょう。ちょっとだけインタビューいいですか。マックス135って聞いたんですけど、この速い球を投げるコツっていうのはどんなところにあるんですか。実は下半身ですね。さあ、もう下半身が今ね、履正社みたいになってるんで、ちなみに一番対戦したいバッター聞いていいですか。向こうさん。向こうさんね、はい、向こうさんね、多分この球だと打てそうにないからね。じゃあ今日はマジで来てください、はい、女の子に当てたら、もうこれあのその時点で退場なんで、そこだけ気をつけてください、はい、今日はもうギャラリーの方もたくさんいるんで、向こうずとの、はい、まあ、一大イベントってことでね、頼みますよ。背負って寸大を、あ、ナイスボール。じいさん、お疲れ様です。お疲れ様です。いよいよ来ましたね。来ましたね。すごいですよ、みんなもう、いや、走って投げて、だいぶレベル高いですね。レベル高いです。行動で分かりますよね。分かる。ジンさん、今日まさかの、はい、ちょっと玉木さん負傷したということで、はい、いや、緊急当番ね。緊急当番あり得ると思うんで、はい、ちょっと3回からお願いします。頑張りたいと思います。はい、ジンさん、お疲れ様です。お疲れ様です。今日中学生ですよ、最強の。やばいですよね、はい、もう動きから全部違うんで。キャッチボールから違うの。違いますよね、はい、負けないように頑張ります。取り入れましょう。怪我しちゃいましたね。はい、あの一塁コーチはします。これで一塁コーチはもうちょっと当たらないように。あ、はい、です。気をつけてください。ここにいても多分当たりますもんね。当たらないように気をつけます。お願いします。はい、翔くん、お疲れ様です。とうとう来ましたね。来ました。ちょっと疲れてます。はい、もう昼間からですからね。昼間からなんで、もう3ヶ月ぶりの人にして。今日は打つだけなんで、もう試合は、ね、はい、はい、頑張りましょう。何かあればみんなにちょっと教えた感じで、はい、よろしくお願いします。ピッチャーも頑張ります。はい、お願いします。ゆきさん、お疲れ様です。あ、です。午後からの、はい、打ちます。はい、絶対に。なんかすごいバット持ってますけど。はい。そう、それは今日発売の。そうです。レガシーメタルです。はい。それで打っちゃうんですか。はい、打ちます。初打ち。はい。ちょっと慣れてみてください。しかも左ピッチャーなんで。はい、で、すごいピッチャーなんで。お願いします。すごいです。じゃあ先攻後攻決めてきてください。お願いします。はい。リガで行けない、一緒に。はい。あ、そう。向こうさんは先攻がいいって言ってたんで。はい。お願いします。誰でも勝ってね。よろしくお願いします。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 やった、勝った、先行、イエーイ。元気すぎる。お疲れ様です。来ましたね、ついに、はい、全中2020年優勝チーム駿台学園中学、2、3年前から
あの監督さんとかから一回取材来てては言ってたんですけど、はい、まさかの試合が実現するということで、本当だ、みんな結構ビビってます。あの、ね、動きを見てこれは違うって言いました。でも僕らが昔やってましたからね、はい、だからそれをもう忘れてるだけなんで、確かにそれを思い出せる意味でもいいかもしれないですね。そうそうそう、まあ、刺激になりますね、はい、前回柏シニアに 10-0 で負けたんで、ちょっとやりていきましょう。確かに。よし、じゃあ集合しますか。はい、お願いします。これ大会用のとりあえずのシュいいですね、18番。向こうさん大会用のアンドフレーズの、はい、18。ありがとうございます。お願いします。はい。じゃあ、レフト筋肉マン。はい、お願いします。どうぞ。筋肉。はい。2番、セカンド筋ちゃん。はい、よし。3番、センター向こう。筋肉はしょい。筋肉はしょい。はい、ゴー。4番、リエ・ジュエキ。やだらしい、なんかやだらしい。笑い取った。私は笑い取った。5番、リエ・ジュエ君。お願いします。お願いします。かっこいい。6番、スタート平野。おい、いきます。あと大丈夫、痛い用意しとってね、誰か。7番、DH セイラちゃん。はい、久しぶり、久しぶり。8番、ファースト、悩みました、ヨスケ。はい、はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。あの、エラーしたらすぐ帰ります。はい、すぐ帰りますさあ、準備しといてね、すぐ。私を出せって言ってましたね。9番、ショート一宮さん。はい、あ、ブレだ、ブレだ、バースデーボーイ。ありがとうございます。ナイスバースデー。ガッて歌いましょう、初声。10番、ライト、奈々ちゃん。奈々ちゃん、奈々ちゃん、久しぶり、久しぶり。ありがとうございます。新社会人。11番、キャッチャー、ヒロト。ヒロト、頼むわ。12番、ピッチャー、ユーポ。ユーポ、いいよ。13番、DH、ユート。オーケー。ヒロト、頼むぞ、ユート。じいちゃんがじゃんけん買って先行になってくれたから、オッケー。セーフェンドロー。よかった。タケ君、こう。タケ君。キャンパー。中学生相手ですよね。明日。明日も試合ありますけど、今日は全力を尽くして勝ちましょう。行きましょう。準備しとってね。最高。これより大学の中学校体育コースの試合を始めます。レイザッ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 。立ち上がりが一番大事なんで頑張ってください。向こうズも気合い負けてないんで。いやー、かっこいい。大丈夫だね。どっちかだけで。めちゃめちゃ気合入ってるんですけど、向こうズも負けて先生点取っていきましょう。チャス、皆さんこんにちは、野球内村もこです。ゆうとです。よろしくお願いします。お願いします。いや、ゆうと、ついにですよ。来たよ、この日を迎えましたよ。前回ですね、動画、駿台学園さんの練習と、絶対見ろよ、はい、そしてめちゃくちゃ頑張ったから、その同日に行われていた向こうとの練習ね、どっちも2本ずつ上げさせてもらいましたけども、ね、ようやくこの日のナイターの試合が実現ということで、はい、満を持して、はい、言わずと知れた超名門の駿台学園中学野球部ですよ。ほら語つよ。もうピッチャーのね、これ、あの、あっちのカメラはユートが ね、いろいろこう、ね、潜入させてもらってたんです、ね、潜入させてもらってたんだけど、さあついに始まりますよ、ユートさん。さあ、緊張の瞬間。これまでね、あの、向こうず、中学生とね一勝一敗ですね。それは公式チームだったんだけども、日本橋ボーイズ、今回はもう軟式のゴリゴリのチームと、はい、2022年の全国優勝、そして今回ね、あの、東京都大会で負けてしまったんだけども、ね、もう間違いなく全国レベルの、もうね、はい、東京1と言っても過言ではないほどのね。これさ、見て分かるやろ、このピッチャーのテンポ、このバッテリーの。さあ、1番の筋肉マンが打ち上げて、さあ、筋肉はっしょい、筋肉足りずにセカンドフライですね。はい、ちょっとね、これナイターなんで、まあ、プラス5キロぐらい速く見えるよね、球が。マジ速く見えますね。でも本当にね、これ、こう中学ナンバーワンサウスポーと言ってもやばいから、そう過言じゃないぐらいの、あの、小高君っていうピッチャーね。さあ、そんな2番のジンちゃんが、でもタイミング悪くないよね。そうそう、ただね、ズドン。そう、これをタイミング見たキャッチャーがいろいろ考えてくるんですよね。キャッチャー早坂君ですね。はい、はい、そ外に逃げるスライダーですね。まっすぐにタイミング合ってたからね。今の見た曲がり具合、ギルンって言ってた。はい、でもう早くもツアーと取られたので、ここで向こうが素振りで威嚇をして、一番戦いたいバッターって言ってたんで。そう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 、でまっすぐが外に決まらず、これわずかに外れてて、めちゃくちゃいいボールだけどね。でここでちょっと見といて、2球目これ、うわっ
これね、ちょっとね、腕が緩んだよ。ああ、だから腰調なんだ。そう、で、これ変化球かなと思って合わせていったんだけども、これ、今回からこのビヨンドバックスのね、はいはい、レガシーのメタルピッチャー新しいやつや。はい、ちょっとバットこれ重いです、めちゃくちゃ。みたいなね、クロスファイヤー刺されてんな。めちゃめちゃ、これね、菊池雄星かと思ったもん、マジで。で、これあと、はい、必死のスライダー、必死のファール、そしてこれのが大事や。そう、さあ、そろそろこれちょっとね、1本ツアートから1点取りたいところだったから行こうかなと。はい、ギリギリ。糸を引くストレートってこういうことよね。だから内外内って出し入れしてるよマジで。そう、そしてここで最後に構えたインコース見といて、よいしょ。いや、はい、詰まらされて、サードゴロちょっと跳ねたね。それでこのサードの子がちょっと送球がそれちゃって、これボールデッド。ボールデッドですね。はい、で向こうが、二塁に行くと。やっぱね、はい、ゴロを打たなきゃ始まんないから。いやでもね、俺は完全にライナー打ちに行ってたから、あ、もう完全に刺されたね。さあ、ここで4番バッターの植木、はい、はい、来た。ちょっといい当たりだったんだけど、セカンド正面で、これもう、いやさ、はい、ノックの動画から見てもらったら分かるんだけどさ、はい、めちゃくちゃ守備硬いのよ。もうね、鍛えまくられてる。やばいからね、全員が全力疾走、声出し、はい、はい、はい、お、藤川君来た。ナイスピッチングしてくれたので、まあ、みんなで声を出してやっていきましょう。高君、ちょっといいですか。今日の調子っていうのはどんな感じですか。向こうさん、どん詰まりのサードゴロに抑えましたけど、コーナーに投げ分けられて、いい完全にムーコーズがこの寸大の雰囲気に飲み込まれてるんで、このままノーヒットノーラン目指して頑張ってください。さあ、来ましたよ。いやいや、そんなのね、もう迫力マジでね、やばいやばいのよ。で、なんとこの試合の先発バッテリーユーポンとユートヒロトっすね。あ、ユーポンとユートじゃない、ヒロトだ。ちょっとね、もうみんな不安だったんだけども、この五郎さん、もう一番バッターのこのキャッチャーの子、早坂君ですね。早坂君のこのガタイ見て、これもう一番バッターのガタイじゃないのよ。ユーポン2人分ぐらいあるでしょ、これ。二ユーポンです。さあ、そしてユーポンが初球ちょっとね、外に外れるんだけども、ユーポンね、コントロールいいから俺たちも絶大な信頼を置いてるんだけども、ちょっとね、なんとか打たせて取ってくんないかなってとこだったんだけど、相手の圧にやられてたのかな、これ。これやばいよ。お、これフェアじゃない、これ。平安さんがファールだ。はい、これさばいてたらめちゃくちゃでかかった。マジでね、一人目のアウトが一番大事だから。そういうことです。そして、はい、外れて、ツーシーム外れて、フォアボール、センターバッター。いやー、なんかさ、今のがアウトになったときって言ってもたらればなんだけど、ほんとにね。そう、これ見て、ほら、次の塁の意識高い、これ 1、2、3、4歩半、ほぼでかすぎ、元ジャイアンツの鈴木貴博、アンツーカーぐらいね。そう、アンツーカー超えのリード。さあ、そして、はい、強く振ってくる、これ2番バッター誰ですか。2番バッターが小島くんですね、はい、小島くん、これ3年生ですかね。3年生。そして、ここで仕掛けてきます。はい、ヒロト、お、お、お、結構惜しいけど、早坂くん足速い。途中からの加速がそう、ケンブリッジアスカみたいな。ケンブリッジ、ほぼケンブリッジだった今。おい、これね、これ見極められるのきつくない。マジでね、きつい。選球眼がいいよね。中学生どういう鍛え方してんのかなって思うよね、この寸大さん。3番はこれ小高くんですね。あ、これ小高くんピッチャー、バント。で、これね、これファールだった時に俺実はセンターで池宮さんに、ちょ、ユーポン、これサード側に下ろしてくださいって言ったよ。そしたらほら、狙われてる。これサードに強いバンドで、平安さんちょっと肩痛めてる。これも、これ神社がこれ弾いちゃったよね。そうですね。これ弾いちゃって投げれず、早坂くんがホームインと。今さ、はい、ちゃんと見てんのよ。オーバーランしてちゃんと見てるから、そういうこと。今の1点が生まれる。早坂くん、いいっすね。足速いっすね。ユーポン、球どうでした。ちょっとスローボール気味で、あー、ちょっとね、まあタイミングちょっと取りづらいと思うんですけど、そうです。走塁隙がないっすね。で、今日女房役として聞きたいんですけど、小高くんの調子は今日どんな感じですか。ちゃんと構えたところでバチバチに来るんで、いいと思います。すこのままどんどん点取ってボコボコにしちゃってください。ゆうと、お前しっかりインタビューしてんな。めちゃくちゃやってますよ。はい、ノーアウト、2、3塁でバッター4番バッターですね。4番はあれですね、駒橋くん。はい、駒橋くん、これ2年生ですね。お、マジか、4番バッターで。で、今ちょっとね、エンドランかけたんだけども、これ見た、ちょっとヒロトが投球浮いちゃったね。緊張してます。うん、本当に声やばかったから、ユーポンもヒロトももう苦笑いしてて、もうね、なんかこんな熱感じたことないっていうね。お、見て、ほら、ほら、ここで
まさかのこれボークなんですよ。確かにサードに義刀、しかしこれ監督の藤井がなんか許してくださいとか言っちゃって、これダメだよね。いやベンチ映してほしい。これベンチダメでしょ。これ本当はダメだけど、はい、まあ、これで無効って感じね。いやまあまあまあ、ほらもう叩かれて、そしてこれ平谷さん名手がなんと高いね。ちょっとねみんなもうふわふわしてる流れがね、完全に飲まれてるね。そういうことです。やばいね。はい、ちなみにノーアウトです。まだノーアウトかーい。フォアボール盗塁、フォアボール、エラー、そしてさらにはい、もうちょっとちょっとね、優斗これ言葉にできんかったら俺この時もう一応優斗は相手ベンチに移してたんだけど、はいはいはい、ね、なな言葉にできない。これは、はい、スクイズ。そしてようやく1個目のアウトを取ると、もうこの時点で6失点なんでね。皆さんこれちょっと今だけ言っておきますけど、これ僕たち諦めてないんで、そうちゃんとやった結果がこれだよ。しょうがない。もういやいや、この後ちゃんとね、ちゃんとやりますので、はい、これ中井さん、はい、中井さんファースト、よすけさんがフライ取ってアウトと、いや長い長い攻撃でしたね。長いもう俺1イニングで終わるじゃないと思う。時間がないぞ。俺一緒に守ってて。なんか凄まじい流れだな。やっぱり向こう野球をやってますね。やってますね。はい。5点。まあ、5点ならいける。中から5番。よし、打つしかないんで。皆さん、気合入れてください。さあ、みんな大丈夫？お前が言うな。よし、待ってるよ。行くぞー。じゃあ取ってこう。さあここでね、エラーをした平谷さんがちょっとカツを入れてくれて、そうですね、どうぞ。ガチャハラシュー、元プロ、元千葉ロッテ、ドラフト5位、2015、ね、ベンチで、この人元プロだよっていう話出てましたね。ああマジか、はい、やっぱなんかガタイ違うもんな。はい、これ打ち上がったんだけども、これキルキルのファールですね。ちょっとシュウ君ね、一本打ってほしいですけど、見てこれ早いのよ。タカロン見てこのテンポ、ほら2人でこの突き上がる。はい、でこれでちょっと打たされた感じでショートゴロと、そしてショートが硬い。これ ね、 いいね。だからさ、考える隙を与えられなかったよね俺たち。なんかもうあわや、ね、もう次々来てさ、ボールがさあほらね、打たされて、でこの小高くんのフィールディングも、もう球埋まってるでしょこれ。言うとお前もこういう送球だけだよ。あれ取れないっす。球突き刺すぐらいのね。あ、来た来た来た、ね、久しぶりのギャル野球ギャルギャルギャル超かわいい、元よ4割バッターですね。さあセイラちゃんもね、やっぱりだいぶボールの下振ってるよ、見といて、ね、さあワンボールツーストライクからわかる、ちょボールがさ垂れてこないから、そういうことだから下振っちゃうの。今までのもう向こうの体勢だったともう格別に違う、もう球の軌道だからやばいね。みんなついていけてないよ。さあそしてなんとユーポンとヒロと変わりました。これちょっとね、はい、あれですね、これメンタルケアしてたんで僕が、うん、もう打者一巡してます。そうですね、はい、ここから元ブルーハラシュ、元千葉ロッテマリーンズ登板ということで、一番待った早坂くんですか。早坂くんですね、はい、ちょここからね、なんとしても大人の意地、ちょっとユーポンとヒロトにはめちゃくちゃちょ、ね、酷だったかもしれないけど、もう監督の村沢さんと藤井がね、これもう勝つためにはしょうがないってことで、そういうことです。ただそんなシュウ君も久しぶりの登板、お前もかーい、フォアボール出すんだけども、この時点で息切れ切れです。でもここから見といて、ここからもう走るで、スポーツマンのこの強肩、うわー肩強い、だからこのシュウ君とちょっともう筋肉マンのね、このバッテリーに今託してるんだけども、さあこれ見て、ドサンとどんどん走ってくるやろ、もうね隙があればって感じだよね。もうなんかこれからもう強豪校みたいなのがね、ホームスチールしてくるんじゃないかってくらいの勢いですよね。県大高崎と思ったもんね、なんか普通にびっくりでしょ。はい、ほらスイング強いやろ。そこさ、元プロじゃないとちゃんと抑えられないってレベルがおかしいの、うん、この2番目でも多分歌われるのが木様とかな、この小島くん。さあここでライトフライを、あかり、あかりで、中井さんに中継つないで、中井さんポロリしてます。おっとポロリに来で、ワンアウトランナー3塁。さあ左バッター、小高くん、さあエースで3番っていうね、野球で楽しいだろうな。あ、これ今叩きの意識ですね。そうですね、多分ランエンドヒットみたいな感じかな、叩けたら。でもただシュウ君がここでね、オイスター投法でやばいのよ、球伸びてきてたよ、だいぶ温まってきてた肩。でももうちょっとギリギリですね。さあバッターが4番。あ、でも見といて、ほらもうねバチバチに指にかかってくるよここから、うん、ほら、いやいい、気持ちいいストレート今の。筋肉ビタ止め、筋肉ビタ止め、
筋肉ベタ取れ。はい、最後ちょっとやっぱシュート回転するんだけども、あの小高くんみたいなやっぱたまるキレあるよね。そう、それはシュート元々ですから、元152キロウーマンですから。やっぱロッテのお菓子食べ過ぎた。復活復活、あと2回、あと2回トレーニングしてください。ピッチャー右ピッチャー変わりましたんで、ちょっとテンポ悪くて点取られちゃってすいません。ここから点取り返して勝ちましょう。最後、はい、さあこのね、シュウ君とスポーツマンがね作ってくれたこの流れでね、これピッチャー変わりましたね。はい、小高君から2イニング目はこの子は背番号ついてないか。じゃあ背番号ついてわかんないです。何君か後で聞いておきます。さあ中井さん、中井さんね、2ボールからこれ打ち上げましたね。ショートフライ、ほら、カバー見て、ほらもうサードが目の前まで出てる。ね、1ミリよ。そう、もうほぼ、ほぼ1ミリ。ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー。なんと誕生日のジミーさん、37歳、おめでとうございます。駿台川も歌ってくれました。そう、駿台川もできる中学生、なんか空気読めんのよ。てかもう、なんかもう社会人みたいな顔やる子たちよね、本当に。はい、ここのこの打球がバースデー、バースデーバースデーボーイ、これバースデーバースデ ー, バ ー, スデー全力疾走、これ内野安打っていいのかな。そうですね、でこれでワイとワイラーみたいなね。そうですね、はい。さあここで打席には久しぶりの登場、奈々ちゃん来ました。さあパワー系女子、パワー系 OL、 初球これキュル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 、これ右目さん戻っちゃったね。そうですね、うわショート上手いよな。今のちゃんと目で牽制してるから余裕、さん戻らざる得ない余裕があるんですよ本当に。きゃさあヒロト初球打ち、ここまたまたショートよ。ショート何くん、この子ショートは阿久津くん、この子阿久津くんですね、阿久津龍馬くんの方ですね。めっちゃフィールディングいいねこの子マジで。はい、向こうず2イニング無失点です。あ、無得点、あ、ここで、いや 3イニング無得点、2ついきます、2つ、じいさん、はい、リラックスで。とりあえずファーボール出さないように、そうですね、テンポ出してきます。あとは守備任せましょう、はい、お願いします。お願いします。今相手ベンチ見た、あれ女子じゃねっていう。ちょっとだってベンチ見てて可愛いぞって。そうそうそう、なんかじいちゃんとか話題になってたやろ、なんかあの紅茶来た時やったの。うん、ちょっとね、男の顔してたよ。彼らももう思春期ですから、しょうがない、もう中学生で、あのまさか女の子のこのね、なんかイケイケのこのギャルみたいな、清楚ギャルみたいな子が投げてくるとは思わないから、びっくりでしょ。これも作戦の一部です。そうです、はい、はい、よいしょ。じんちゃんナイス、これね、相手もね、じんちゃんに見とれすぎてね、ボール見てなかったっす。確かに、じゃあ見すぎたんじゃない、ボールを、うん、長い時間逆にね。そうそう、ほら、はい、ずっと対戦してたいってことでね。コントロールいいですよ、作っていきますよ、ここから。はい、これがやっぱり低めの見極め強いよ。そうね、駿台さん、なんかあのゾーンだけ狙っていけみたいな自信があるよね、見極め。そう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 、見逃しに、はいはい、これはアウトコースのね、これ出し入れよかったね。神社ちょっとなんかのいいっすね、若干なんか外から内に入ってくるみたいな、ほら、ね、でスポーツバラこのバッケン、ピックオフ、ピックオフね、もうピックオフこれやってんじゃない、この中で。いやー、やっぱり足からやられるとちょっときついね。そうですね。さあここは神社踏ん張れるか。アウト、しっかりいい形で取ってるからね、うん、このまま、はい、よいしょ。このアウトコースのちょっと外から内に入ってくるみたいな、これ陣地は必須のホレホレボールです。そういうことです、ボレボレ、ホレボレ、惚れてます、惚れてまうやろ。はい、そしてスポーツマンが後ろにそらして、おっと、あー、これどっかで見たぞこの光景。平谷さんがちょっとね、最近平谷さんなんかちょっと目のが調子が悪いらしくて、そうですね、ちょっと緑内障疑われてますけどね、あ、だいぶ心配ですからね、しなきゃいけないやつ、うわい、そしてまたまさかのレフトの上がりが前に来て、これ向こう全力出しよ、これ向こうがカットして一塁さんに繋いで、なんとかそう、スリーベースで抑えると。今のがね、ランニングホームランのやつは違うよね、これでかいでしょ、1点と2点全然違うから。俺なんかこの日足速いって言われてたからね、そう、なんであの体型で動けるんって言われてた。さあ、じいちゃん踏ん張ってくれ、これナイス、これがめちゃめちゃいいよね、いい、このアウトコースの出し入れ、そしてはい、はい、2回目、はい、アウト全部三振じゃん。そうで、あのこのじいちゃんのね、いつものあのこのマウンドの見て、この足場を全部鳴らして、これ中学生の皆さん見といてください。そうですね、はい、そして、はい、お辞儀をすると、そして相手もお辞儀をしてましたね、ナイス、はい、
オッケー、はい、そして、まだ3回やで、6対0、これ皆さん諦め、もう向こうの負けだと思ってるでしょ、ねえ、中学校の、いや、まだまだやで、ここからよいしょ、ほら、向こう、よいしょ、はい、向こう、次回もぜひ見てください。ナレーションまた明日頑張って入れますので、はい、任せてください。じゃあ駿台学園と向こうの後半戦、乞うご期待、ありがとうございました。